なんかおるやん。あ、こんなんできんねや。これできたらいいよね。こう構え直すことできへんのかな。でこれ押せるやろ。もう一匹おるんちゃう。あ、ここ一匹だけか。ちょっととりあえず落としとこうか。落とす前に何持ってんの結局。ああ分からんのか。で落とそうかとりあえず。うわー押しすぎてた。いっちょこっちんで、あー怖い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 。オッケー、いけ。とりあえず置いとこうか。ステンドグラスで女性ね。あ、マジか。ということは、あ、ここもあんの。反対側から鍵。あ、なんかあるぞ。いただきます。なるほど、なるほど。なあ、とはいけるとこ一個かな。あと一つしかないよね。あのお食事ゾンビがおったとこの奥のカラスの死骸があるとこの上の階段上がって2階に行くとこか。新しいマップやね、完全に。あそこしか行けませんでっせーっていうとこですね。あ、これ剣とかわかんの。あ、鍵かかってた。赤いだけか。バイオ2みたいに色分けはされないわけね。オッケー。こっちなみにどんなんや。青い宝石のまんまでええのね。微妙やな。どうしようかな。あと2つ。まあいいか、取っていっとこう。序盤やしね、そろそろ行き着く先にアイテムボックスがあることを祈ります。でこっちか。これおもろいですね。これはいいですよ。なかなか。かなり雰囲気旧作のまんまで綺麗になってて、しかも新しいマップがガンガン増えてるっていうね。おもろいっす。バリーまずは1階からだ言いながら結局2階しか行かれへんっていうね。これ頼むわほんま。あーいいね、グリーンハーブちゃんがここにおるよね。え、何を。来い。あ、くそ。あ、間違った。あれ
あれ？なんでリロードできひんようになってる。あ、ないんかも。うわ、やばい。これやばいよ。どうしよう。リロードできへんと思ったら、もう弾があらへん。あ、うん、ここか。あ、弓矢発見。弓矢発見やけどさ、うわ、もうちょっとどうしよう。弾ないのに、アイテムが、キーアイテムが盛りだくさん。これはまさかの。弾がなくなったので一旦やり直します、的な。とはいえ、なかなかじゃない、これ。どうすっかな、どうしましょう。死は全ての始まり。もう明らかに罠やもん、これ。もう嫌やわー。死ぬかもしれません。ちょっとこれどうしましょうか。ちょっと効率いいやり方があれば、編集し直しでやり直しましたみたいな感じにしたいですね。キーピックやね、今。なるほど、ここへ出てくるのね。あそこ、あそこは入られんかったんか。あーね、え、ちょっと待って、行くとこある。あ、そっか、今矢とか手に入れたんか。え、ここ行ったっけ。厳しい、厳しいです、厳しいわ。ほんでこうやろ。え、こっち行ったっけ。ああ、行ったよね。無理よね。あれ、まだ行ってないか、ここじゃ。あ、行ったんか。あ、行って罠んとこれ。よし、行ってまえ。レッツゴー、レッツゴー。うん、これ取ったあかんやつやん。取ったらしばかれるやつですやん、これ。あれかな、兜の鍵を最初に手に入れるパターンかな。よし、盾と剣でレールが敷かれていて、物騒やね。死こそ
最上の快楽、死んだらいいっていうことでね。これどうしようかな。取ろうか。取って、あ、そう、そうよね、そりゃそうよね。これしんどいな、結構。アイテムボックスあらへんからね。弾はないわ。弾がないので、このキーアイテムを1個使いに行きたいと思います。こう、置くってできへんのかな？置きたいんやけど、ちょっと、取る猫みたいな感じで、置いてまた取るみたいな。いやー、を使うとこどこやったかな。なんかあの墓場みたいなところで使えたはず。うん、あ、違う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 。ん？ここやね。ここで行けたはず。もうこのなんかチリチリ言うのやめてほしいわ。敵かなと思う。ん？あ、こっちか。で、なんやて？あ、調べる、調べて先っぽだけ取る的なことか。えい、オッケー。いいね。で、アイテムボックスが現れた。大層な仕掛けで。え？これどうなってんのこれ。なんだ？あ、階段か。階段。急な階段を降りてって。もう次から次へとよー。目と目、鼻、口と口と鼻。これがオールマイティで、見ざるちゃうな、見ざる言わざるじゃないな。目、鼻、口か。目、鼻、口1個ずつとオールマイティが1個と。で、石碑のくぼみに本が挟まってる。呪いの書。あんま今取りたくないかな。だってもう行く場所ないでしょ。あの鍵取らなあかん気がする。もうだってもう使うとこないじゃんっていうね。めっちゃ効率悪いなこれ。
どうしたもんか。まあいいか、もう鍵取りに行こう。あれさえあれば行ける場所増えるからね。めっちゃ効率悪いわ。全然ちゃうな。いやめっちゃ一緒やけど、地図とかが前の面白そうなとこを残しつつ全然違う。どこ行ったんやのこれ。ああ、こっちか。ここか。ほい。ほいほいほい。弾あと2発か。厳しいな。で、こっちか。こっちの。こっちの。近道の。ん？ここじゃなかったよね、確か。こっち行って。悪趣味なとこ通りの。で、こうか。新しいとこが多すぎて地図があんまり頭に入ってきてない。でここへね。で鍵取ったらきっとこの怖い人たちがサンドイッチしに来るから、これでも横に逃げたら絶対行けるよね。あ、待って、それはちょっと勘弁してほしいな。待った、どうしよう。参ったな。じゃあ呪いの書か。ここもカットやな。これはカットやで、きっと。もうでも鍵取ったところでどこが兜でどこが剣でとかどこが鎧でとか覚えてへんからね。もうノルイの書を多分開けて中になんかええやつが入ってるんかな、キーアイテムが。でもコンセプト的にはやっぱり旧作とほぼ一緒ですね、これ。ルイでこっちか。あ、そういうアングルになってんのね、これ。わかりにくいな、結構。で、キコキコ言うてるとこまでやってきまして。違う。マップ微妙に操作が慣れてないですね。
あ？なんと。呪いの書。誰かに宛てたメッセージ。口なき、鼻、目、全部なき。すべての画面が揃ったら、災いは再び蘇る。触らぬ神にってことでね。まあ、触らんと先進まれへんやろうけど。なんと。あ、何の鍵本で。ダイヤが出してたよね、今。どうせ調べたら何の鍵かわかるんでしょう、これ。ぐるーんと。剣。剣どこよ。剣はどこよ。ん？なんか地図に書き込みあるんか、これ。増えた？なんか。いや、ちゃうか、一緒か。どうしようかね。これ、いけますせーのところは。色変わらんか。なんせ、剣の鍵ね。オッケー。剣何個かあったよね。ここ、こっちや。こうや、で、こうや。よいしょ。しか調べていこう。これまた全部開けたらこの鍵はいらないようだって出んのかな。イエーイ。これ鎧か。できるだけ覚えていこう。鎧、鎧。ここ反対側からか。もうとりあえず前回アイテムボックスがあったで、あったところに行きたい。それでないとかもうショックすぎる。あ、ここおらんねや。ここは一緒か。あー、これどうなってんの？ん？ああ、そういうことね。弾が欲しいです。押したら押されへんのかいな。壊れた骨董品以外は何もないよと。ここは多分、これ鎧ね。旧作ではあの先にボスがおるはずで、ここが、これも鎧か。でも多分ボスの位置とかも変わってんねやろな。おそらくあの、エントランスのから地下に行くところに。マジか。アイテムボックス。弾全然ないな。もうちょっと安心させてほしいな。なんか光ってるけどさ、こ、何？なんやこれ。あ、花とか？もしかして。花的なやつかな。チェスは関係ない。あんのか。最悪や。せっかくあったのに。弾があったのに。
ハーブかな。緑体力毒消して赤は強くできるよね、確か。それは一緒よね、全部。ん？うん、了解。ライターもいるよね。いや、一緒やこれ、旧作と一緒や。このトラップみたいな降り方。いや最悪。いけ、あかん。おっしゃ、だが、え、マジか、ちょっと強いぞ。どうしようもない、アイテムボックスや。とりあえず参ってます。は参っております。ん？灯油は？まだ十分残ってる。てかこれはいらんのかな、ほんまに。ショットガンもいらんのか。この辺もいつ必要か分からへんからね、一旦入れとくしかないのよね。おい、これ植物殺すやつかな。携帯用燃料ボトルを取っといて、いいね、ここへ来て。ほんでとりあえずいらんかな、一旦セーブします。はい。